畑中賢治3月28日から1945年8月15日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少佐。鈴木寛太郎内閣のポツダム宣言受諾決定に抗議する一部の陸軍省幕僚とこの絵師団参謀が起としたクユデター未遂事件の首謀人物の一人である。決起は叶わず。 玉音放送直前の8月15日午前11時過ぎに二重京都、坂下門の間の芝生上で、椎崎二郎とピストル自決した。京都府京丹波町出身。地主、畑中栄二郎の次男として生まれる。京都府立園部中学校を4年修了、参考文化を希望していたが、周囲の勧めで、陸軍士官学校予科を経て、 1934年6月、陸軍士官学校を卒業。1934年10月に、方兵将尉に任官、世田谷区下馬にあった、野方兵第一連隊夫となる。この時、岩田正隆も、同連隊将尉として勤務している。陸軍方向学校で学び、1940年6月、陸軍大学校を卒業した。 1935年頃より、伊田正隆法兵将尉竹下正彦不評中尉とともに、東大教授、平泉清の直門として、信仰を深める。陸史教官を経て、太平洋戦争に、第三軍参謀として出生。1942年3月から7月まで、フィリピンに出張し、4月に戦勝を受けた。同年8月、 陸軍少佐に進級。陸軍省兵務局会員、軍務局会員を歴任。終戦時に宮城事件の死亡者の一人となり、この絵第一師団長森宮中城を殺害。クーデターは未遂となり、1945年8月15日、午前11時過ぎに二重京と坂下門の間の芝生上で、椎崎次郎中佐と共に受決した。 遺書には、松影先生の後を追うべく受決して、武蔵の延べに朽ち果てる。敵のために、自己の魂も、国も、道も、一時中断させられるであろうが、しかし、百年の後には必ず道と共に再び生きる。五国の鬼となり、国と共に必ず七聖する。と記され、自生の句として、以下の歌が添えられていた。 今はただ思い残すことなかりけりあんうんさりしみよと、なりなば1967年の日本映画、日本の一番長い日では、決起熱情の性格を強調して描かれたが、実際の畑中は純朴で物静かな、文学青年といった印象であり、陸大時代には母校へ来て、後輩を励ますこともあったという。そのため、公開当時、実像とは、かけ離れた描写に、 母校の園部中学校関係者らから訂正を求める要望が上がった。また、1954年公開の映画、日本破れずでは畑中をモデルとする畑少佐という人物を細川俊夫が演じた。ありがとうございます。